はい、明けましておめでとうございます。まさきちの釣り日記です。今日はね、恒例の2022年の私が買った福袋の紹介をしたいと思います。なんと今回紹介する福袋は絶対に損をしない福袋。どういうことかと言いますと、この福袋1個500円じゃない、5000円なんですけども、5000円の福袋の中に、まあいろんなルアーだったり、まあ入っているに加えまして、5000円分の商品券が入っていると。そんな、何それっていう福袋なんですけど、その福袋をですね、ご紹介したいと思います。まあちょっとまずホームページを見てみましょうか。ホワイトバスさんの福袋になります。ホワイトバスさんのブログなんですけども、令和4年もあります。絶対に損をしない福袋、3日正午よりも販売しますとあります。で、これですね、その名も絶対に損をしない福袋ですね。で、内容は今年当店でトップクラスに売れた人気メーカーのルアーが必ず入っていますと。人気のルアーが必ず入っている福袋ですね。で、さらに当店からのお年玉として5000円分の商品券をプレゼントさせていただきます。つまり5000円の福袋を買うと5000円の商品券がついてくるというわけです。素晴らしいっすね。素晴らしいっす。外れなしですね。なので5000円の商品券もらって、まあ、その日から使えるということなので、5000円分、まあ、今年1年使うであろう消耗品とか釣り針だったりとかラインだったりとか買えば絶対損しないですよね。で、ある程度量を確保していただいているということなので、皆さんこの動画を見た後もおそらく売られてると思います。で、早速じゃあ中身、どんなものが入ってるかどうか確認したいと思います。私2つ買いました。まず1個ずつ開けていきます。1個目、これです。ローラー、アイローラー、今かつアイローラーですね。スロー新規、まず1点目、で2個目がディルビルですね。ディルビル 70F 私知らなかった。ディルビル、ジャッカルのディルビル。あとはワーム、ワーム、これなんだろう、親指、親指、なんだろうな、シャドウ、親指 5.5 グリーンパンプキン、グリパンキャンディってやつですね。650円。最後これワームの、これなんだろう、よく見るんだけど、なんてやつだ、まあ1058円のワームですね。 T ワーム 5.5インチ、知らない。まあこの全部で4つかな、4点アングルが難しい。まあとりあえずこの4つね、ディルビルとアイローラーとワーム2つ、これ4つ。じゃあ続きまして、もう1個いただきます。2つ目、ドーン、パッ、なんとかぶりました。アイローラー70ですね、スローシンキング、これと
サイズルーム。2軒目。じゃん。お、ピクピク。ピクピク78。デカめのピクピク。これね、ピクピク。手賀沼水系結構釣れる実績があります。あの、ピクピク職人のタツさんがいるんですけど、もう彼はこれで釣ってましたね。ピクピク。アイローラーにピクピクに、あ、ワーム。これはさっきの、ランチワーム。さっきのに似てるな。あとは、最後。これ？なんだこれ？丸飲み。丸飲み？ヤマタヌキみたいだな。丸飲み。知らない。はい、これも4つですね。だから、金額で言うと、ちょっと調べてみよう。こんな感じかな。だいたい1800、あ、これとこれ、まあ1800円ずつぐらいですね。1800、だいたい3600円に、これはちょっと値段高いじゃないですけど、これ1000円、1000円、これ1000円、1058円って書いてますね。これに、まあこれをついて、まあ5000円を超えてるんだ。5000円以上ですね。こっちはアイローラーに、これが1800、リルビルか。リルビルがどんぐらいだ ?1500 円。リルビルが1500円ですね。1800、1500円にワームが、これが1000円のワーム。ここに1000円って書いてあります。1000円のワームに、これが650円。のワーム。ということで、だいたい5000円ぐらいかな。うん。皆さん、これで忘れちゃダメですよ。これは、ただで、もらったの、ということになります。これに、商品券がつきますから、商品券。5000円の商品券。だから、これはただでもらったようなもんですよね。ね。これが、ただで入る、ホワイトバスの福袋。ぜひですね、皆さん。今から買いに行けば間に合うかもしれませんので、買いに行ってみてください。絶対おすすめです。以上、まさきちの釣り日記でした。ご視聴ありがとうございました。ちょっとでも参考になったと思いましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。